次元祭の現実を見物に出かけたサスケはその素晴らしい術の虜になってしまった。次元祭が見せる縄立ての術に実験台に引き出された石猿の子供大志は空中からバラバラになって落下してくるのであった。神を恐れぬ不届きな子供だ。故に神に代わってこのわしが成敗してくれたわ。だが皆の知る心配は無用じゃ。神よ、この子の罪をお許しください。恋願わくば再びこの子の命をお与えくださいますよ。天少女、地少女、六根少女、ナムンクラカクソワカオンマンダラ、おい、なんともないかい？何がだい？お前今バラバラにされたんだぞ。知らないよ、何にも知らないよ。覚えていないのが当然。お前は催眠術をかけられていたんだからな。催眠術？そう、現実の一つの手だ。何も驚くことではない。でもすごいや、おいらも覚えたいな。あんなものにたぶらかされて愚かな奴らだ。お父様、戻りましょう。おお、あや。辻風十三、待て。ここで貴様に会えるとはな。何かのお間違いでは、私は百姓の十三というもので。隠しても無駄だ。お、貴様は赤沢源八。勝負をつけに来た。尋常に立ち会え。いや、わしはもう太刀を捨てたのだ。今ではただの百姓の十三だ。逃げるな、来た。来い、十三。待て、待たんか。わしは無意味な争いはしたくない。ほざくな。あの男には見覚えがある。父ちゃん大丈夫かな。心配はいらん。あの人の腕は確かだ。あの男では勝てんよ。固まれ。殺し合いはしたくはなかったが。お百姓のくせに随分強いんだね。いや、いずれは名のある剣客に違いない。その人がどうして。人間同士が斬り合い殺し合うのはやむを得ないとはいえ、決していいことではない。あの男はそれを悟って刀を捨てたのだ。でもサスケ、よく聞け。相手がどんな悪人でも無意味な殺し合いだけはやめるのだ。いずれ殺し合いも斬り合いもない時がきっと来るはずだ。わしらはその捨て石となるのだ。この男、石猿は石を削ること、つまり石工を職業としている。大猿が木こりと農耕を職業としているように、忍者はそれぞれ生きるための生活技術を身につけているのである。父ちゃん、おいらにも現実を教えておくれよ。首を切られた鳩が生き返ったりしてさ、すごいじゃないか。何度言ってもダメだよ。ねえ、父ちゃんよ。ダメだったらダメだ。なんでだよ。現実なんて人の目をごまかすだけのインチキなもんだよ、心臓。へえ、自分ができないもんだからさ。現実などは実践には何の役にも立たん。ちえ、あんなこと言ったらやっぱりできないんだよ。ケチンバヤー、ケチンバヤー、ケチンバヤー、えい、こいこ、ケチンバヤー、ずるいぞ。だいぶ評判が悪いな。まったくな、次元祭のおかげでとんだとばっちりだよ。あ、そうだ、大猿、子供たちに岩石なだれ渡りを教えてやってくれないか。いいだろう、あれならたっぷりしごけるからな。
なもの、おいらにだってできるさ。今のが岩石なだれ渡りだ。追ってくる敵を岩場へ誘い込んで、なだれを起こして一挙に全滅させるのだ。一つ間違えば岩に撃たれて命を失う。難しいぞ。おいらやってみろ。えい。慌てるな。まだやれとは言っていない。まず丸太で練習だ。心臓、お前は自信があるようだからやってみろ。よし。バカ者、石だったらどうするんだ。とっくに潰されているぞ。見ていろ。そうだ、分かったか。いいか、忍術の基本は連活といって、あらゆる術をやれる体術を身につけることだ。ごまかしやインチキではない、血の出るような修練を経てこそ得られるのだ。おいら血が出なくてカブが出たぜ。ダメだダメだ、丸太の動きに逆らってはいかん。自然に任せるのだ。丸太の動きに自分を合わせるのだ。だっておかしいんですもん。こっちは悪いことじゃないんだぞ。あいて、ああ確かに笑い事じゃないわ。ご注文の石を持ってまいりました。よし、取れ。岩爪、こんなところに出入りしてる。地面祭のやつ、一体何のため。それがしの現実にたぶらかされ、百姓どもは無我夢中でひたすら祈りをあげております。それでは一揆など起こすことはなかろうな。大丈夫でござります。何とぞ百姓どものことはそれがしにお任せあって、飢え死にせぬ程度まで絞り上げるがよろしゅうござりましょう。え、あの次元祭。そうだ、やつは上司と手を組んで百姓たちの不満をそらすために動いているのだ。現実使いといえども我々忍者の仲間、そのような不埒な奴はこっぴどい目に合わせてやらなくてはならん。やるか。よかろう。奴を少し叩いておかないと、チビどもは派手な現実にばかり憧れて苦しい体術の訓練を避けようとしているから。忍術なんかおいらもやめた。そうだよ、現実の方がよっぽど面白いや。こんなに年貢を取られて俺たちに死ねって言うのか。もうこうなったら戦うしかねえだ。そうだ、一騎だ。いや、とんでもねえ。一騎だなんて、次元祭様は人を恨ます、神の力におすがりする以外にねえと言われただぞ。冗談じゃねえ。お祈りして物事がうまくいくんなら今頃俺たちが苦労知ってるかね。お祈りしても無駄だと言われるのか。当たり前だ。汗を流して働いたこともねえくせに、余計な口叩くなよ。そうよ、てめえなんかに用はねえよ。帰れ帰れ。これはこれは何たることを。立ちどころに神罰を受けようぞ。面白え。神罰でも何でも当ててみるがいいよ。よし、見ておれ、この裁きの駒がお前たちを裁いてやる。心よこしまなる者、この駒の裁きを受けよう。平気だ。俺たちは何も悪いことしとらんからな。そうだとも。見ろ、神罰なんか当たるもんか。本当だ。どうだ、見ろやい人間祭。これは見たであろうが、神罰が下ったのじゃ。この神罰の恐ろしさ、夢忘れるでなかろうぞ。
裁きとは本当かね。神罰ですだ。次元祭様に文句を言った者だけが死んで、後の者は何でもなかったですだ。次元祭のやつ、もう許さん。待て、次元祭。百姓の血と汗を絞る悪党、この辻風十三が討ち果たしてくれる。貴様も神罰を被りたいか。えい、い、さあ、白熊。塩ごまの味を知れ。駒の秘密がそう簡単に分かるわけがない。どこにも傷らしい傷はないな。駒の心棒に毒を塗ったにしては毒物の反応はないな。父ちゃん、父ちゃん、大変だよ。アイテム土地がやられたよ。お父様。辻風十三であったのか。辻風といえば富田青源の門下で佐々木小次郎と一人を争った使い手、その十三がこんなにやすやすとやられるとは。父ちゃん、犬が死んでるよ。なるほど、これでやられたんだな。すると辻風十三もおそらく催眠術をかけられて放心状態のところをやられたのだ。しかしこの駒でどうして人が殺せるのだ。見せろ。思った通りだ。そうか、この中に細い針を仕込めば頭蓋骨を破って脳の中に針が通るのだ。これではひとたまりもない。恐ろしい武器だ。多くの弱い者、正しい者を殺す百鬼次元祭のやつ、もう許さん。お前たちの憧れている現実とはどんなものか、よく見ておくがいい。ひたすら神を信ずるのじゃ。すべては神の御心のまま。天正上地正上。そなたたちの中に未だに我を疑い神を恐れぬ者がいるぞ。わしがもう一度神の代わりに神通力を見せてやる。見ておれ。この通り目隠ししたままで、今この箱の中から取り出すものをすべてこの間で当ててみせようぞ。手鏡。よし、親がやるだ。書物じゃ。芋じゃ。おおおお、仕掛けなんか何にもないのにな。やっぱり現実は大したもんだ。誰だ、何がおかしい。それが神通力か。まるで子供騙しやないか。名物、神罰立ちどころにして貴様のご体に至るぞ。次元祭、これは何だ。どうした？明かりがなくては答えられないのか？どうだ？これを受けてみるか？えい！くそ！あ、見える！影の映ってんのが見える！そうだろう。目隠ししても下を見れば影が見える。だから影が見えるところに立っていれば何を取ったか簡単にわかるのだ。ジェン、全然インチキじゃないか。だから言っただろう、現実なんてくだらないものだって。ふん。あ、あ、
父ちゃん、それなんだい？果たし状だ。今こそ神罰の恐ろしさを知るがよい。神を恐れぬ大バカ者めが。無駄だぞ、次元祭。わしには催眠術は効かんぜ。やめろやめろ。くそうか。さあ、今度は何だ。父ちゃん。待て。どうだ、塩ごまの味は。頭がかゆくて困っていたところだ。いい気持ちだぞ。次元祭、神罰とやらはこれだけか。何、まさか。いや、そのはずは。あっ、しまった。神罰はそっちに当たりそうだぞ。あまり変わり映えせんな。なも恩恵なかくそばかおんまんだら三万だら。よし、こっちも行くぞ。あれ、父ちゃんも現実使うのかな。検証状100度。見ろ、この声が神罰だ。これくらいの神罰では何とも答えんな。ほのれ化け物め。大丈夫か。砂から落ちたら五体バラバラだぞ。そこに。危ない。どうだ。やめろ。天才。やめてくれ。やめてくれ。やめろ。助けろ。次元祭のやつ逃げ回ってるな。せっかくいいところに霧で何にも見えないや。縄立ての術は必ず霧の深い日を選んでやるのだ。あ、父ちゃん。これも楽じゃないぞ。肩に当て身を入れて首をすくめていたんだから。へえ、こんなの入れてたの。サスケ、よく気がついたな。なんだよ、あの女。あの女が糸を引っ張って操っていたのさ。縄の先にテグスのような見えにくい糸をつけ、それを物陰から助手に引っ張らせる。するとまるで縄が生き物のように天を目指して登っていくというわけである。どうだ、現実とは素晴らしいものだろう。ち、皮肉言ったら。馬だ、しかも大変な数だ。待てー、ここか。次元祭様を殺したのは貴様らだな。なに、綱渡りをやり損なって勝手に死んだのさ。黙れ、罪状は明白であるぞ。取れ、引っ取れよ。隊長さん、後ろを見るんだ。どうだ、無事に城へ帰れると思うかね。鎌で切られると痛いぞ。ほら、あんまり年貢を増やすと今に一目に遭うぞ。